どこ行ってたんですか？どこ行ってたんですか？ちょっと一人旅行ってた。そうなんですよ、皆さん、山田がね、2週間ぐらい、家出をしてて、今朝ね、帰ってきたんだよね。うん。いや、なんで家出したの？実は、シンディさん、今山田がいないんだけどさ、どこ行ったと思う？山田か、どこ行ったんだよ山田。シンディがいる。逃げろ。ボールペンどこだ？うーん、ポッケ。シンディが家に来てたから家出したと。そうなんだよ。シンディね、気まずくてさ、なんで家に帰ってきたらあいつ家にいんだよ。おかしいだろ。地元アルゼンチンだぞあいつ。まあまあ、さてはともあれ、今日はね、山田が帰ってきた記念ということで、青いものをね、いろいろと買ってきたんで、ちょっと並べていくわ。とりあえず赤いの大好き。あんま赤いの好きって人いないけど、まあ、とりあえず並べていくわ。ということで、まず用意したやつは、真っ赤なハットック、赤いサイコロ、なんか赤いチョコレート、いちごグミ、美味しい方のいちごグミ、ワンチャンカビ生えてそうなストローグミ、お手製のいちごゼリー、あ、元カノの血、でっけえグミ、あと元カノの血で作った焼きそば、と、元カノの血ゼリー。じゃあまずハニーゼリー出すわ。おお、あ、柔らか柔らか、やばいやばい、結構出んじゃんこれ。うわ、なんじゃこれ。うん、柔らか、カスケッケー、ごひひひ、これやめだ、カモンで。どう、用意したんだけど鼻にゴミついてる。うわ、うまそうだな。どれ食う？やっぱイチゴグミ食いてえな。どっちがいい？うまい方。あーしてる。おお、先端キャッチしたね。あっ、何やってんだよ。重力が仕事しねえな。あ、はいはいはい、うまい。うめえな、このグミ。やっぱり家に帰ってきて正解だよ。じゃあ俺もいただきます。うん、うまいね。これうめえよな。じゃあこれ、1キロ、2キロか、2キロある巨大グミの破片。ここが、へそだから、お腹ら辺のやつ。これ、ほら、でっけえや。噛み切んねえぞ、これや。じゃあ。できた、バカ。すごい落としたから大丈夫。床に穴が開いちまった。いや、嘘だろお前。これは多分人間でも噛み切んないよ。痛ぇなお前バカ野郎。ヘッドロックかますんじゃねえよ。今のは10個。あ、やだ、あれ作ってきたわ。これ、割るとプチンってゼリー出てくるやつのお手製版。お前のお手製版怖いからな。爆発しねえかこれ。わかんない、ワンチャン、ボーン行くかもしれない。これね、ちょっとね、ごめん、作りすぎたわ。いっぱい作っちゃった。これを、このイカゲームについてきた針で割ると、パーンみたいな。ほら、ほら、失敗。失敗。失敗してないかよ。
ちょっとこいつはこっちは向くかもしれない。じゃあ行きます。ジン。おお、うん、あ、うん、うん、これ難しいな。やめだめやってみる。ちょっと俺に貸せよ、下手くそな。行くね。ああ、これに関してはね、作り方間違えたわ。あいつがいるからいけないんで、一人でちゃんと真面目にやれば多分これできるぞ。ゆっくりさしていって、な、あプラス1、一番なんかすごい気持ちいい形のやつ。おっ、じゃあこのゼリー食べていくわ。お手製真っ赤いちご風ゼリー。まずそう。やめとけ。いただきます。そうだ。あの、なんだろう。無味。砂糖入れんの忘れてた。バカ野郎、無味のゼリーほどまずいものねえからな、マジで。まず、味しねえ。これ甘いので口直しする。崩れちゃった。サンキュー。うまい、いちごの飴。まあそうだな。このグミが一番うめえな、やっぱり。これチーズハットドッグって言って韓国のお菓子。これ食ってみてくれよ。うん、久々にハットドッグ食うわ。いただきます。うん、これ辛くするためにさ、周りに辛いソースかけてさ、真っ赤にしたからさ、めっちゃ辛い。元からそんなんじゃねえのか。そう、これ赤くするためにさ、めっちゃ辛いな、この粉。俺さ、これさっきからなんかチーズが溶けてるかと思ったらさ、これ生地だわ。これ生地生やんけ。ほら、これ明らかに白いとこチーズじゃないよね。マジかよお前。めっちゃ生やん。食うんかい。まあ味はうまいから。じゃあこっちもいただきます。最後にこれ食ってみてくれよ。ああ、いいよ。わーお、チョコだ。いただきます。うん、久々に食ったチョコ。はい、ということでね、ちょっとね、1時間ぐらい休憩しちゃって。結構休憩しちゃったな。しちゃったね。休憩しすぎて、なんで休憩したのかも、そもそも休憩する前どういう感じだったのかな、もう忘れちゃったんですけど。いや、まあとりあえずもうない、もうなんか動画の流れとかもう分かんなくなってたけど、とりあえず山田が帰ってきて、まあね、よかったよかった。めでたし、めでたし、でててて。めでて、めでたし、めで。何言ってんだお前。滑舌直してこいよ。待って、行こう。めでたし、めでたし。めでたし、めでたし。ということでね、結果オーライっていうことで、まあよかったです。アニメが帰ってきて。まあ今、シンディさんがね、バイトに行ってるんで、いなかったですけど、まあ次はね、シンディさんに会おうね。会っても、別に話すことねえんだよな。それに尽きるわ。まあとりあえずね、山田帰ってきておめでとうということで、皆さんよかったらグッドボタン、高評価お願いします。インスタグラムの方もやってるんで、もしよかったらね、概要欄から飛んでください。じゃあ、また次週の動画でお会いしましょう。バイチャー。